白い妖怪たちが窓を叩き僕を呼んだ。あれから幾度となく夜を迎えたのかな。二人で歩いた並木道、あの頃と変わらないまま、君への想いをこの間髪に描き、あどけない笑顔で微笑みながら、ずっと見つめてくれたね。どんなに遠く離れてても他の誰かが隣にいても、いつまでも待ち続けています、きっとまた会えるよね。Yeah.